はい、みままでーす。今日はこちらキッチンをね DIY していきたいと思います。よかったら最後までご覧ください。それではスタートー。はい、ということでこのキッチンボードを今日はモノトーンにしようかなと思ってで今撮影してるんですけど、前住んでたお家もそうやし、その前に住んでたお家もそうなんですけど、その時はモノトーンにハマってたんでやってたんですけど、マスキングテープでねこのキッチンボードをボーダーにしたりとかストライプとかにしてモノトーンにしてました。多分私のことを昔から知ってくれてる方は知ってると思うんですけど、もうねほんまめちゃめちゃ簡単です。今住んでるねお家はこうキッチンボードもすごい綺麗なんですけど、前住んでたお家が結構年数経っててこんな綺麗なキッチンじゃなかったんですよ。それが嫌やっていうのでその時はモノトーンにしたりとかもしてたんですけど、モノトーンが大好きな方結構いてると思うので、これはねすっごい簡単にモノトーンインテリアを楽しめる DIY になってるので、よかったら参考にしてもらえたらなと思います。使うものはこちらマスキングテープですね。で大きさはこの大きさなんですけど、今回ね楽天でこの白と黒のマスキングテープを6つずつ注文しました。楽天ルームにまた載しとくんですけど、私頼んで次の日に到着したので、よかったらね楽天ルームを覗いてみてください。あとハサミです。では始めていこうと思うんですけど、もうほんまめっちゃ簡単で、まずねちょっとタオル取ります。じゃあねこんな感じで白と黒のマスキングテープを用意して、ストライプにする場合はこんな感じでね貼っていくんですけど、私今回はボーダーにしようと思ってるので横にね貼っていきます。もうほんまにほんまに簡単で、この端からあとつけて、もう空気が入らないように貼ってください。で端っこを切る。ちょっとね黒なんで分かりにくいかもしれないんですけど、黒のマスキングテープを上に貼りました。じゃあ次に白のねマスキングテープを下につけていきます。で最後切ります。黒と白を貼りました。もうこれを交互にやっていくだけです。今からね早送りになると思うんですけど、全部やっていきたいと思います。ということでこちら完成しました。一瞬でモノトーンになりました。こんな感じですっごい簡単なので、真ん中と一番向こうがあるので同じようにやっていきたいと思います。ということで完成しました。
もうね、ほんまに貼るだけなのですっごい簡単にキッチンをね、モノトーン化できます。剥がす時もすっごい綺麗に剥がれるので、賃貸に住んでる方も全然気にせずできるので、皆さんぜひやってみてください。で、今回私はね、モノトーンにしたんですけど、これをね、縦バージョンで貼るとストライプにもなるので、好きな柄でアレンジするのもいいと思うし、今回私はモノトーンということで白と黒でやったんですけど、好きな色をね、2色重ねても全然可愛いと思うので、よかったら参考にしてみてください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。 See you。